皆さん、こんにちは。聞こえますでしょうか。それでは、14時30分になりましたので、これからイベントの方をスタートしてまいりたいというふうに思います。改めまして、本日進行を務めさせていただきます、宮崎県新富町保有財団の高橋と申します。本日はよろしくお願いいたします。私の方からはですね、今日このイベントのですね、進行を務めさせていただきたいというふうに思っております。本日はライブ配信を行っております。保有財団 Facebook ページの方でライブ配信を行っております。Facebook ライブ配信の方でご覧いただいていらっしゃる方、これから進めさせていただくトークセッションの方で、コメントをですね、ぜひご記入いただければというふうに思います。今日これからご紹介をいたしますゲストの方、お二方へのご質問等をですね、コメントの方で受付をしておきますので、ぜひ皆さん気軽に書き込んでいただければというふうに思います。では、本日のトークセッションを改めてご紹介をさせていただきます。タイトル、ふるさと納税と持続可能な地域ということで、皆さんももう経験ありますでしょうか。ふるさと納税、こちらのですね、サービスの一つであります、ふるさとチョイス、こちらを手掛けていらっしゃいますトラストバンクの会長兼ファウンダーであります須永珠代さんを今日はゲストにお呼びをしております。そしてモデレーターに私たち宮崎県新富町で活動しております地域商社保有財団の代表理事斉藤とですね、お二方のセッションを今日はお届けをしていきたいと思います。冒頭で皆さんにもお聞きしましたけれども、ふるさと納税皆さんご経験ありますでしょうか。私たち保有財団もですね、宮崎県新富町でこのふるさと納税の事業に関わっておる、一チームなんですけれども、このふるさと納税を活用して持続可能な地域を作っていこうということに、私たちもその意思に賛同して日々、事業に取り組んでいるところです。そしてその、ふるさと納税がですね、これだけたくさんの方に、馴染みのあるものになった、その大きな仕掛けをされたですね、このふるさとチョイス、トラストバンクの須永さんに今日はお話をお聞きできるということで、私たちも非常に今日のこの時間楽しみにしておるところです。今日まずはですね、私の方からこの宮崎県新富町、本日主催をさせていただきます保有財団のご紹介も含めて、少しご紹介をさせていただきました後にですね、ゲストのお二人をお招きをしてトークセッションをスタートしてまいりたいというふうに思います。それではまず皆様のお耳をですね、ちょっと拝借いたしまして、宮崎県新富町のご紹介をさせていただきたいと思います。画面を共有させていただきますので少々お待ちください。はい、皆さん見えていらっしゃいますでしょうか。改めまして、宮崎県新富町で活動しております保有財団の紹介をさせていただきます。私たちが掲げているビジョンは世界一チャレンジしやすい街です。一言で言いますと、何か新しいことにチャレンジをしたいと思う方、これまでやりたいと思っていたことをいよいよ実現したいなというふうに思っていらっしゃる方、そういった方々がですね、たくさん集まってきて面白いことがどんどん起こっていくような、そういう街をですね、私たちはイメージをしています。そしてそれはイメージだけではなくて、具体的にはですね、地域の経済に結びついていく、地域の雇用に結びついていく、そういった街をぜひ実現をしたいということを思っておりまして、世界一チャレンジしやすい街というビジョンを掲げて活動しております。皆さん、宮崎県新富町はご存知でいらっしゃいますか。地図を出しておりますけれども、県庁所在地の宮崎市の一つ北の隣にある町、人口1万6500人の町というのが新富町であります。こちら2040年にはマイナス4000人になるよと人口減少の予測がなされている町です。非常にアクセスが良くてですね、空港から車で約40分のところにあります。今日もお話少しずつ出てくるかと思いますが、主要な産業というのは農業です。たくさんのハウス、それから畑、水田等でですね、たくさんの農産物がここでは作られております。主には野菜、それから鶏というのは鶏肉、それから鶏の卵、こういったものもですね、たくさん作っている、そういう町でございます。他にも、航空自衛隊の基地があったりですとか、日本遺産に認定をされたような古墳群があったりですとか、こういう特徴のある町であります。
大きくは農業の町、そして非常にのどかなですね、風景の広がっている町ということでイメージをしていただければと思います。そしてその町がですね、主要な産業であるとお伝えをした農業が今まさに担い手の不足、それから高齢化の進行ということで課題を抱えております。まだこの耕作放棄地というのは数がものすごいたくさんということではありませんが、今のこの人口の推移を考えますと、もう近い将来ですね、こういった農地がたくさんたくさん出てくる、こういうことが今課題として危惧されている状況にあります。これを新富町では、新富町の役場がですね、この課題をなんとか解決をしよう、この地域が持続が可能になるような活動をなんとかできないだろうかということで、この地域商社、ベンチャー企業としての保有財団というのを設立をしてくださいました。2017年の4月の出来事、3年前になります。そして私たちのこの事業、中核を担う一つがですね、ふるさと納税の運営でございます。宮崎県新富町から委託をいただきまして、このふるさと納税の運営をですね、民間企業としてやらせていただいております。他にも、後ほどご紹介しますが、ここで得られた利益というのを人材の育成に投資をさせていただいたり、地域おこし協力隊の皆さんと活動していたりとか、観光空き家活用などなど、地域のいろいろな課題、他にもいっぱいあるわけなんですけれども、そこと向き合ってですね、一つ一つ課題の解決に取り組んでいる、これが地域商社保有財団でございます。どんなモデルでやっているのかということで、こちらをいつもご紹介しているんですけれども、簡単に申し上げると、こういうスキームになっております。外貨を稼いで、その得られた利益を人材の育成に投資をする、この循環のモデルということが、私たちの一番の特徴であります。この特徴がですね、まだ日本全国例があまりないということを聞いておりまして、2018年には内閣官房の優良事例にも選んでくださいました。今日ふるさとチョイス、須永さんにもですね、お話をお聞きできるかと思いますが、まさにこの事業の軸として展開しておりますのが、この新富町のふるさと納税の運営であります。平成の29年から、2017年ですねから、この運営の委託をいただいて私たちが、取り組んでおるんですけれども、この3年間で約40億円の、この寄付をですね、いただくことができました。これも大きくはですね、この農業の町であるこの新富町の農家さんのですね、たくさんのこうクオリティの高い農産物が返礼品として非常に喜ばれていることというのはもちろんあります。そしてその得られた寄付というものをですね、町の方々と一緒に地域に再投資をするという流れ、こちらをですね、この新富町がもともと描いたモデルとして、そして私たちが実行者として取り組んでいる、そういう状況があります。皆さんこちらはご存知でいらっしゃいますでしょうか。一粒1000円という、おっと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、国産ライチ、この特産品としては20年前から実は作っていた農産物をですね、国産ライチということで、一粒1000円でブランドにしまして、高い価値を伴って世の中に送り出したということも一つ出来事としてあります。たくさんの方にこれは喜ばれているものになってきました。他にも農業に関してはですね、やはり担い手の不足というのは大きな課題ですので、先進技術を活用した取り組みというのもですね、およそ2年ぐらい前からどんどん活発にやっております。1枚写真を入れておりますけれども、新富町には農業のですね、ロボット、これは自動収穫ロボットの一例なんですけれども、こういったものを手掛けるベンチャー企業もですね、この1年2年の間に、現れてくれまして、今地元の農家さんと一緒にですね、実験開発をどんどん進めているところです。オンラインでもたくさんの、企業の方、大学の方、そういった方々と地元の農家、役場の方、たくさんつながりまして、オンラインでいろんな知識、知見等をですね、共有をする機会というのも今いっぱい作ってきています。これもですね、ひとえに、このオンラインが当たり前になってきた世の中でこそできることかなというふうに思っていますし、オンラインだけではなくて、東京に出ていってですね、地元の農家さんも一緒に出ていって、いろんな企業の方々と交流をするような学びの場というのも作らせていただいています。他にも、農産物に関しては加工品の開発、これはライチのゼリーのお話だったりしますけれども、こういったものを規格外品などを活用して開発をしたりしている。そういうことがあります。
こういったことを通じて得られた利益というのは、人材の育成に投資をしています。起業家精神を醸成しようということをテーマにですね、東京で人材育成塾をやってるんですけども、なんと移住者がその中から現れてくれまして、地元でこの新富町で事業をスタートしてくれている、そういうメンバーも現れてくれています。このあたりは人材育成という軸で、今日須永さんにもいろいろお聞きできるんじゃないかなというふうに思っています。地元にもやってみたい、こういうことも始めてみたいという方々、実はまだまだいらっしゃるんですよね。地元の方々にもそのチャンスをどんどん提供してですね、一緒にやっていこうということで、地元での人材育成塾というのもやっております。そうこうしているうちに、このちっちゃい町ではあるんですが、グローバル企業の方々からですね、一緒に取り組みやってみませんかという声をありがたくいただく機会がございまして、ユニディーバジャパンの方々、アナホールディングスの方々、そういった方々とですね、この2年の間につながりがたくさんできてきております。地元の子どもたちとの交流の機会であったりとか、人材の育成の機会だったりとか、まだまだ端緒に立ったところではありますけれども、これからどんどんですね、こういったところ私たちも、もうこの小さな町を舞台にですね、繰り広げていきたいなということを思っております。最後になります。新富町はですね、今さらにチャレンジを進めていこうと思っておりまして、例えば学校教員の方々100名ほどをですね、オンラインで集めた、学校の皆さん向けの ICT セミナーみたいなことをやったりですとか、着ぐるみのメーカーさんがこの町に移転をしてきてくれてですね、今度はアートを活用した町づくりも進めていこうですとか、本当にいろんな動きがですね、この私たちがスタートしてからの3年間の間にいろんな方々とのご縁で出てきたチャンスということになっています。地域はチャンスということを私たちは本当に何回も何回もですね、皆さんにお伝えをしてきているんですけれども、今日この須永さんにはですね、この地域はチャンスということを改めてその可能性感じてらっしゃる部分、お聞きしてみたいなということを私自身も今思っているところです。宮崎県新富町のご紹介でありました。少しはですね、新富町のことを皆さん知っていただけたかなというふうに思います。それではお待たせいたしました。私の方のお話は以上とさせていただきまして、本日のゲストお二方をお呼びしたいというふうに思います。それでは須永さん、それから斉藤さん、ご登場いただけますか。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。須永さん、今私の方からは宮崎県新富町のお話をさせていただきました。はい、今事前にですね、実はすで、にお申し込みをいただいていらっしゃる方が50名近くおりまして、その方々からいくつかご質問もいただいています。はい、その質問の一つをですね、お二人の、トークセッションの最初のきっかけにもしていただければなと思いまして、一個私の方から投げさせていただこうと思うんですが、じゃあ一つ、お伝えしますね。地方創生、それから地域の活性化、こういったことに須永さんご自身が携わろうと思われたそもそものきっかけ、このきっかけをぜひ教えてくださいという質問があります。よろしいでしょうか。はい、はい、遠い昔のことだったんですけど、はい、思い出してみるとですね、やっぱり私自身が群馬県伊勢崎市というですね、旧沢郡東村というですね、本当に田舎の生まれと育ちであって、やっぱりこう東京に憧れて東京に出たんだけれども、こう時々田舎に出るとですね、帰るとこうシャッター商店街になっていてですね、幼い頃遊んだ場所っていうのがなくなっていたと。やっぱりそれがこう起業した時の一番初めのその疑問というかですね、なんでこうなっちゃったんだろうと、なんか子供の頃のにぎわいみたいなのをどうしたらこう取り戻せるのかなっていうのがですね、一番初めの起業した時のそのきっかけになりますね。ありがとうございます。合わせてこうプロフィールもお二人からですね、改めていただこうと思ってたので、ちょうどなんかいい質問になったかなというふうに思います。では改めましてお二人にですね、バトンを渡しをして、ここからトークセッションを繰り広げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。なんかいきなりハードル高い質問から始まったと思うんですけど、どうですか、なんか今改めてちょっとこういう財団を見てもらって、僕としてはもう須永イズムが結構あるのかなって勝手に思ってるんですけどいや素晴らしいですよ。私自身もね、
もうずっとふるさと納税の一番すごいところってやっぱり税金の使い道を個人が選ぶことができて、でさらにその使い道を自治体側が指定できる、指定したりですねできること、まあ、まさに直接的民意の反映ができることだっていうのが一番素晴らしいことだと思っているんですね。間接的には皆さんいろいろ税金払ってですね、まあ、もちろんその、政治家の方を選ぶことによって間接的に参加しているとは思うんですけども、ふるさと納税をそれを直接的に選べるというところが一番すごいところだと思っています。でその直接的にその自治体と使い道を選べるその仕組みの奥でまさに小遊財団さんって本当に理想的なそのふるさと納税の使い道をされているなっていうふうに思っています。まさにそのふるさと納税のお金をどこに投資するかですよね。まさに一番費用対効果が私は高いと思っている人材育成っていうところですね、まあ、そこが最もこれすぐに結果は出ないんですけれども、うん、ちょっと長い目で見た時の一番の投資、対効果が高いところ、まあ、そこにきちんと投資できる組織を作っている、ここが本当に素晴らしいなと思っています、うん、ありがとうございます。すごい大絶賛していただいて、ただそういう考えを持ってたのも僕がまさに小遊財団就任する前からあの須永さんにちょっとお話しさせてもらって、あその時はまあふるさとチョイスが面白く言うと一人勝ちっていうかすごい大人気だった大財団全然、そうそうそう、あんまりお金がなかった時代だったって、はい、でそんな時になんか須永さんにこうお会いして、あこんな風に考えてるんだっていうのは僕結構感銘を受けたんですよね、うん、でまさにそうだよなと思っていて、まあ、それ以外にもその地域業界 の研究されてる方とかがよくやはりこう東京のお金が地方に行ってそれが結構また東京に戻ってるみたいな、まあ、未だにそう批判されていますけれども、それがやっぱりちゃんと地域に流れて循環していくっていうものを作っていくっていう使い道が大事だって言ってたのをすごく覚えてるんですよね。で今日やっぱ須永さんと話したいなと思ったのはそういう考えをこうもっとたくさんの人に伝えたいなっていうのが一つと、ふるさと納税の正しい使い道みたいなところをこうみんなとこうやって須永さんの考えを共有することで、まあ、今日自治体の人たちも見てるので、そういう考えがあってそういうふうにしていけばいいのかっていうところをちょっと考えてほしいなっていうふうに思います。でその根っこにあるその須永さんの精神性みたいなところに僕はこうフューチャーを当てたいなっていうふうに今日は思ってるんですけど、まあそもそもなんでそういうふうな考えになったか、自分の地元っていうところもありますし、で起業されてで本当にこう何度も何度もくじけそうになってもうやめようかなと思うことも何度もあったけれども、いわばそういう健全なお金の使い道、循環する地域経済にみたいなことを目標に乗り越えてこられたじゃないですか。その自分を何度も奮い立たせることができた要因って何だったんですかね。もうそれはですね、間違いなく地域で地域をどうにかしたいんだけれどもどうしたらいいかわからないって言って本当にもがいてる人たち、やっぱりその人たちに会ってきたこと、もうそれ以外ないですね。それしかないですね。なるほど、はい、確かにそうやってやっぱり現場で拾い上げた声でどうした何とかしたいけどどうしたらいいかわからないっていう、その一人一人と向き合ったことがそこ須永さんのもう精神というか脳みそに刻まれてたわけなんですね。そうですね、もうそれが全ての原動力なんですよね。やっぱりその地域に行ってやっぱりそこで頑張ってる人たち、頑張ってる人たちに会った時、その時に全部こう私のそのモチベーションをくれるというかですね、もうそれ以外は多分ないと思いますね。なるほど、僕でも深く共感します。僕自身ももしかしたら小遊財団にしても地域づくりやってたのもそうかもしれないです。その過疎地域に行ったりとか、本当にこう自分たちは頑張りたいけれどどうしたらいいかわからないっていう人たちに力を貸したりとか、
例えば僕あの今も言ってるんですけど、スタンフォード大学でオンラインクラス取ってスクールも、まあ、今コロナなんで行けないですけど夏とか行ってたんですね、はい、でそれ行った理由も自分がそこで、まあ、世界の要は最前線って言われてるビジネススクールで学べば、うん、そのちょっとしたエッセンスだけどそれを人口何百人かの過疎地域でも伝えることができるし、人口70人の離島とかでも伝えることができるし、それができればなと思ってやってるし、まあ、今でもやり続けてるなっていうのを思うので、うん、そういうのが結構根っこにあるんですね。そうですね、もうそうでなかったらあの私自身は本当に基本怠け者なので多分何にもしないと思うんですよね。そういった人たちに会って本当にあのこうお互いの強みってあるじゃないですか、うん、でその人たちにはない自分の強みっていうのがあこんなにあの喜んでくれたりとかですね、あのそうなんだって学んでくれたりすることに、まあ、すごくこうやりがいを感じますし、逆もそうなんですよね、うん、逆に私が知らないことをすごく知っているんですよね、うん、その例えば本当に農家の方とお話ししてもすごくやっぱり一つのねあの植物を育てるにしてもすごい深いあの考え方を持っていたりとか、あの本当に自然のなんか原理原則みたいなのを教えていただいたりとか、本当にこうお互いをこう補完し合えるというかですね、やっぱそこにすごいこう原動力があるような気がしますね、うん、そんな怠け者の須永珠代さんが人考え抜く力という本を出されているわけですけれども、それ結構それ興味深いなと思っていて、まあ、本来じゃあ、まあ、仮にですけど怠け者なんだけど考え抜く力でそれこそ国の会議とかも出て、まあ、本当に声を上げて国に交渉したり話し合いをしたりされてるわけじゃないですか。その考え抜く力になるパワーっていうのはもちろんその地域の方の声もあると思うんですけど、さらに加速させてるものっていうのはあるとしたらどういうことがあるんですかね。どうなんですかね、まあ、私がやってるっていうより本当に自然にそうなっていったっていう気がするんですよね。あの、うん、私がちゃんとしなきゃみたいなんですね、あの、うん、この期待皆さんにこう本当にありがたいことにこう特に起業したての時にですね、期待していただいていて、その期待に応えなきゃ応えなきゃ応えなきゃっていう、まあ、ある意味での原動力でもありプレッシャーでもありですね、自分自身がものすごく成長しなきゃいけないって言った時にやっぱりその、うん、そうですね、あのいろんなこう30代でですね、いろんなこうベンチャー特に小さいですね、あのベンチャー企業に入ってこう経営を学びたいと思ってですね、小さいベンチャー企業に入って学んだことっていうのはすごく大きかった気がしますね。なるほど。僕今の言った自然とそうなっていったってすごくこう一個大きなキーワードだと思っていて、僕須永さんにしてももちろん須永さんがこうやられているふるさとチョイスにしてもすごく根底にあるのはその分かりやすく社会をより良くとか利他の精神ってすごくあるなというふうに思っていて、ちょっと、細かい話なのでどこまであれか分からないですけど、まあ、この数年ふるさと納税業界がやっぱ大激変があって、まあ、グレーゾーンが白になったり黒になったり国が介入したりしなかったりとかっていうところで、須永さん自身もその代表と一人としていろんなところで話をしてきたわけじゃないですか、はい、でもふるさとチョイス、我々小遊財団がふるさとチョイスさんとそのビジネスとして付き合いさせていただいている中でも、その決定事項にものすごくその須永さんの考えというか、当然ですけどその利他の精神とか社会をより良くとか健全な市場を作るためっていう思いがすごくジャッジメントにあったなっていうふうに思っていて、だからそういうエネルギーっていうのを何か自分の中で感じたりしてましたか？あ、それはすごく感じていましたね。思いました。はい、やっぱりあの、そうですね、もう本当にあの国より先にその掲載基準っていうのを設けてですね、あの厳しくしたんですよね。で、厳しくすると何が起こるかっていうと、あのチョイスは厳しいからあの他社に行くんですね。で、そしたらあの
当たり前ですけどシェアを奪われるわけなんですね、うん、でもそれは特にそんなのはなんか大切なことじゃないんですよ、うん、いや大切なことですけれども、うん、大切なことですけれども最も大切なことではないんですよね、うん、やっぱり本来、まあ、のトラストバンクのビジョンである地域が自立し持続可能な状態になるためには、うん、結局例えばですね今もそうですけど例えばパソコンを出しますと、うん、なるとですねあのまあ、今は NG ですけど例えば iPad を出しますって言うとですねもう寄付なんて簡単にバーンって伸びるんですよ、うん、でもじゃあそのお金はどこに行くのっていうところを考えると確かに一部ほんの薄い手数料がね地域 の家電店とかですね地域の業者にほんの薄い利益は残るんですけれどもほとんどの利益は、まあ、アメリカ製であればアメリカに行ってしまうと、うん、であればこれってふるさと納税ってまさに冒頭にお話ししたように民意の反映であり税金の一部を自分の意思で動かしているわけなんですよ、うん、その税金の一部をですね日本国内の税金を海外に行ってしまうわけなんですね、うん、やっぱりそれはダメでしょうっていうその要はその会社の業績とか収益とかっていうものよりも上位概念にそこは確実にあるっていうふうに思ってたここはすごい強い思いがありました ね、うん、ね僕そこを多分ふるさとチョイスとかトラストバンクっていうとああなんかふるさと納税やってるとこねっていうふうに思う人も多いと思うんですけど僕らはそのいろんな変動期にそのチョイスの決定みたいなのがメールなり手紙なりで見た時に僕はあれは須永さんの僕へのラブレターだと思って読んでますいやすごいなと思ってその裏側にあるその考え方も分かってるから本当に今おっしゃられたように、目先の利益よりも健全な市場を作っていこうっていうことをやられてるなっていうのがその細かい決定の中にすごく感じられたっていうのはすごくこの経営者としてもすごく僕は勉強になったポイントでしたね。なのでこれをトラストバンクの全社員に伝えたいと思います。見てるかトラストバンク。ありがとうございますあんまり伝わりにくいと思うんですよ本当に本当にフルタチョイスがそこまで頑張ってるってこともわからないし、国の会議でもそういうことを作っていこうっていうふうに大臣らと話してこう突き進めたっていうのもほとんどの人が知らないと思っていて、でも一番大事な本質ってそういう人たちがこういるんだよっていうことはこう全国1700の自治体のふるさと納税担当者の人たちにも知ってほしいなと思いましたね。いやもうすごいありがとうございます、うん、本当にそうやって斉藤さんくらいですね理解してくださる方って本当数パーセントなんですよね。でもやっぱりでね大概の人はね、もっと簡単にね、寄付が集まる方法の方が良かったりするし短期的に言ったら絶対そっちの方がいいんですよ、うん、でもそこにずっと頼りっきりになってしまうとこれから産業を育てようとかまさにね時代が変わっていく中で新たな産業とかに手を着手しなければいけないのにそこにすがってしまうこと自体がすごくですね逆にふるさと納税によってその産業の衰退を私は招くっていうふうに思って、うんいるんですよね、うん、だから本当にそうやって少しでも分かっていただける方がいるっていうのは本当ありがたいですね、まあ、だからこそこれをまあ YouTube にも上げていろんな人が見てくださると思うんですけどその1700自治体みんなでやっぱ健全な市場を作っていこうっていうようなこの同盟とか考え方がすごく重要で今日のテーマであるこの自立して持続可能な地域を作るっていうのは僕は一団体だけでは難しいと思っていて、だから固有財団で言うと、やっぱり全国各地から視察来ていただきますけど、やっぱり全部公開して、こういう考え方をみんなでやっていくことが大事だっていうふうに思いますね。今日だから須永さんとこの、イベントページで最初やったときに、あんまりふるさと納税で出さなくてもいいんじゃないのかなって言ったけど、でもあえてそうやってふるさと納税で売り上げを上げるノウハウを知りたい人に、なんか僕はこれを聞いてほしかったので、タイトルは完全に釣りです。うん。まあ、冗談ですけど。まあまあ、その上でもしっかりと、やっぱ健全な市場を作っていくことが、すごく本当自立したっていう、持続可能っていうキーワードに、
よるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、まさに自治体の使い道が指定できるのにね、こうそこがやっぱり今生きていないなっていうのがすごいもどかしい思いがあってですね、本当に財政皆さんすごい大変じゃないですか、逼迫してますよね、でこれからどんどんその逼迫度がですねどんどん上がっていくわけですよね。それ皆さん認識してるはずなんですけれども、じゃあどうしたらいいんだっていう時の、私は本当に投資できる唯一のお金だと思っているんですよ、ふるさと納税でいただいたお金が、そこを未来への投資に使ってほしいんです、でその未来への投資に使っているのがまさにね、小泉財団さんが本当にですねすごくいい事例になっていただいて、まさに斉藤さんおっしゃったように、やり方やね、その投資すべき場所はそれぞれでいいんだけれども、本当に全国に小泉財団さんみたいな、がですね広まっていけば、本当に日本をもっとね変えていこうとか、これからの日本を作っていこうっていうですね、そういう機運であったり、まさに経済循環の考え方ですね、ここに出ていってしまっているから人がいなくなってるんだよと、もちろん人口も減ってるから、減るのは仕方ないことなんですけども、一定ですね、やっぱりその経済をきちんと回していけばですね、みんなで一定持続可能にできるはずなんですよ。ただ今のままだと、まず残念ながら、かなりの地域が本当に消滅しつつあると思っていますので、本当に私はすごい危機感を感じているんですね、だからこそまさに斉藤さんみたいに、その考え方をまず周知というか、皆さんそうだよねと、そこがダメだよね、そこを変えていかないとダメだよねって思うところが一番重要だと思ってますね、でちょっと小泉財団の補足をすると、小泉財団のふるさと納税の考え方とか、さっきその稼いで町に再投資っていうのも、その須永さんと昔お話をさせてもらったところからすごく僕はインスピレーションを受けて、まさにその自分たちの経営の方針にしてるわけなんですけど、一つ言うと小泉財団って、よく僕がフューチャーっていうか前に出るので、当然代表だから出るんだけど、斉藤さんが全部やってるからでしょって言われてるんですが、その決してそういうことじゃないんですね。小泉財団のふるさと納税チームって、さっき須永さんにも紹介した、地元のこうで働いてる人だったりとか、それこそ地元のパートさんとかがものすごく頑張って、裏側を支えてくれたりとかしてるわけですね。だからよく言われるのが、やっぱり EC ショップで熟練した誰かを呼ばなきゃとか、外から人を連れてこなきゃうちには無理だって、それは小泉財団だから言えるんでしょって言えるんですけど、誤解を恐れずに言うと、うちには本当スーパースターはそんなにいないと思ってて、ただ地元のことを思って努力できる人っていうものがいて、ふるさとチョイスのようなインフラがあって掛け合わさった時に初めて小泉財団みたいなのができるんだよっていうのはすごく皆さんに言いたいですね。で、僕なんかにしても、じゃあ、と言いながらもやってくるんでしょってよく言われるんですけど、今年の例えば年始、ね、年度始め4月なんかに、言ってるのは、とにかく、売上を上げなくてもいいと、売上2の次だと。けど、それよりも農家さんの思いとか、生産者がどういう考え方でこの農作物を作ってるかとか、そういうことを伝えていく。で、そうすれば結果として売上が上がるから、そっちを目指してほしいっていうのを、言い続けてるだけですね、今の僕の仕事としては。でもそれをさっき出てた通山くんが、ふるさと納税のリーダーなんですけど、彼とか彼のチームが一生懸命やってくれて、ふるさと納税が進んでいると。でちょっともう長くなっちゃってあれですけど、もう一個加えて言うと、小泉財団で言うと、一昨年から去年にかけてふるさと納税の売り上げ落ちてるんですよ。で、落ちてるけど周りからの評価は多分30倍ぐらいになっていて、 ANA であったりユニリーバであったり、いろんな大企業と連携をした事業が進んでるんですね。そこを結構皆さん、さっき須永さんが言ってたような、本当に遠回りになるかもしれないけど、健全な思想で健全な市場を作っていくことで地域が持続可能になるっていうのは、僕はまさにそこは、ご覧になっている自治体の方がいたら、強調したいなと思うところですね。本当そうです。
本当にね、なんかよくね、うちはね、ふるさと納税ね、1億円しかないんですよとかね、言われるんですけど、私ね、8年前にね、50万円でこの会社起業したんですね。で、50万円を投資して、その時の私にとってはすごい大きなお金だったんですよね。で、今では年間ね、2000億円っていうですね、寄付金を、まあ、うちは通過してるだけですけれども、通過して、やっぱりその意思あるお金をですね、こう地域にっていう思いでですね、やってるんですけど、やっぱりその、まあ、2000億になったのはもう3年ぐらい前ですので、つまり5年でですね、そのくらいのこう、要はお金の動きであるとか、まさにそのお金の裏に、まさにですね、ふるさと納税の業務をしていただいている方とか、そこから発送いただいているですね、農家さんや漁師さんとかですね、そういった方たちがうわーって動き出したわけなんですよね。やっぱりすごい変化を感じていたんですね。であれば1億円しかないではなくて、では私から見たら1億円もあるんであれば、それを今から投資したら5年後すごい変化を絶対に起こせるはずだと思ってるんですよね。やっぱりそれをまさにね、具現化させていただいているのが本当に小泉財産さんかなというふうに思ってますね。そうですね、その1億円しかないってじゃなくて、その1億円をうまく活用して、どうやって自立した地域を作っていこうっていう発想がまさに持続可能になるかどうかだっていうふうに思っていて、例えば1億円のうちのその3割とかいろいろ抜いて、まあ、例えば100万円だとしましょうと、その100万円をじゃあ EC サイトの長けた人を呼ぶんじゃなくて、勉強会に来てもらって地元の人たちを育てようっていうふうにすることによって、その地域がこう成長していくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、その一環で今トラストバンクアカデミアというのを立ち上げられて、こう自治体職員の育成であったりとか、須永さんが YouTuber になってですねやられてる YouTube チャンネルがあったり、非常に勉強になるので、ぜひFacebook ライブのコメントに事務局の方書き込んでください。ぜひぜひ。面白いな。ありがとうございます。はい、もちろん Facebook の公開ページもあるんですけど、自治体職員さん限定でですね、チャットのですね、クローズド のコミュニティも無料で入れますので、ぜひそちらも入っていただければですね、その中で自治体さん同士がつながっていただいて、こんな時どうしてるのとかですね、いろんなやり取りをですね、本当に細かい事務のやり取りとかしてますこの時皆さんどうしてる、紙入れてる、この紙入れてないみたいなですね、事務的なものまでいろいろやり取りして、で簡単にアンケート取れるのですね、もう全国からうちはこうやってるよっていうのがバーって一瞬で集まってきて、そうやって業務のですね、効率化とかですね、そういう面でもつながってますし、もちろんこういうですね、これから街どうしていこうみたいなですね、そんなコミュニティもやってますので、ぜひご登録いただければと思います。うん、そのトラストバンクアカデミアっていうのが、はい、今後おそらくこう須永さんがパッションを持ってやっていくところの一つになるなっていうふうにも思うんですけど、トラストバンクアカデミアで大事にしてる3つの、そのパッション、ノリッジ、スキルっていうところ、はい、で、まあ、その中でもパッションが一番大事だっていうふうに、書かれてる、まあ、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど、改めてその理由っていうのをちょっと教えてほしいなと思うんですけど。そうですね、やっぱりよくこのふるさと納税がですね、本当に私が始めた8年前って100億円ちょっとだった市場が今5000億円まで伸びているんですね。で、じゃあその伸びた理由とかですね、まあ、メディアの方ヒットとか言うんですけどね、ヒットした理由を教えてくださいとか言うんですけどそれ本当にシンプルで、まさにパッションある方、まさにね、さっきもね、新富町のね、ふるさと納税の担当の方とか、まさに新富町をどうにかしたいっていうですね、パッションを持ってる方、そういった方たちに私はどんどん会っていって、その方たちの意見をもとにふるさとチョイスというプラットフォームを作っただけなんですよね。で、これはただ単にふるさと納税っていう一つの分野でしかなくて、これはただのツールであるので、重要なのは、まさにそのツールをどう活用して持続可能にするかとか、魅力的な街にするかっていうのが一番大事なわけですよね。でも、その大事なことを成し遂げ得る人って、そのね、学歴が高いとか、いい会社に入ったとか、そういう人ではないんですよ。やっぱり本当に地域のことを思うパッションがある方。その人たちでしか多分地域は変えられない。
なるほど。やっぱりね、それをふるさと納税のまさに5000億にしたですね、それを見ていて、もう確実に明確にそこのポイントが分かったっていう感じですね。なるほど、うん、今ちょっと感動しました。これそのパッションっていうと何かしらこう情熱とか情緒的なものと考えられますけど、実はこのパッションが最も重要っていうのは須永さんがこれまで経験してきた一個の集合値なんですよね。その通りです、まさに。でもそこってきっと伝わりにくいんでしょうね。そうなんですよね。ハウツーを教えてよ、ハウツーをっていうどうやったら上がるのとか、チョイスの広告はどれがいいのとか、そんなばっかりじゃないですか、質問。そうなんですよね。そんなもん検索しろって思うんだけど。そうですね、そういうのはね、チョイスをね、めっちゃ見てると絶対気づきますから。はい。うん、そっちの方が全然ね、勉強になると思う。うちのスタッフの人より。はい。でもやっぱそんなことよりもなんです。やっぱり変化をさせる人、まあ、まさに本当に大変化を起こすと思うので、さらなる。うん、もうコロナどころじゃない私変化が起こると思っているので、やっぱそれを起こす人たちっていうのは地域のパッションを持ってる人しかいないんですよ。中央にいる人たちじゃないんです。いいですね。そう、しかもそのパッションを持ってる人は僕が言ったように絶対地域にいます。 100% います。うちの地域は何もねえとか、うちの地域は人がいねえって言うけど、それは見てないだけだと思うんですね。絶対いると思っていて、固有財団に関してもそんなにこう資本金300万で始まって、オフィスがないから節約のために駅の改札の裏からスタートした、はい、でその時にまさにこう大変な時期、パソコンもすっごい遅いパソコンで、大変な時期を支えたのが今の通山であったりだとか、役場から出向してきたメンバーとか、働いてくれてる高見さんっていう方々がやっぱりすごく支えて、 1,2 年目の本当に大変な時期を、支えてくれたから今があるなっていうのはまさにパッションっていうことだと思いますし、僕も論理的に考えてパッションが大事だっていうのは今改めて話して思いましたね。でその上でちょっと聞きたいのが、今ですねこうトラストバンクアカデミアでもユニークな面白い方がたくさん出てきますけど、はい、例えば深谷市さんとかもすごくこう、はい、一人固有財団みたいな行政職員の方がいらっしゃったりこの前ちょっと応援させていただきましたけれども、オンラインで、はい、その他にもなんかここ注目だよとか、ここ面白いよっていうちょっと注目の自治体というか、うん、パッション持った行政もいるよとかだったらちょっと 2,3 教えてほしいなと思うんですけど、どうですか？そうですね、そうですね、いや結構たくさんいるんですよね、うん、たくさんいて、本当にね、まあ、一番こう秀逸な方がいてですね、その方は熊本県八代市の、方なんですけど、すごいですよ、女性なんですけどね、ふるさと納税の担当じゃないのに名刺にふるさと納税担当希望っていうです、ね、名刺を持って何年もその名刺を配り続けてた子がいる。すごい。私だったらふるさと納税でこうやって活用するわみたいなですね。すごい方がいて、でその方はもう自費でトラソンがふるさとチョイスのイベントに来てくれて、まあ、イベント自体は、ね、無料なんですけど、交通費とかね、なので、はい、ちゃんと休みを取って、はい、休みを取ってですね、自費で来てくれて、ふるさと納税希望っていうですね、それ3年ぐらいやっててですね、やっと今年慣れたんですよ。よかった。すごいと。市長ありがとうございます。いや本当にですね、市長素晴らしいですよ。やっぱりあれだけのパッションを持った人がですね、そのやりたいところに着いた時の力の大きさで、うん、やっぱすごいなって思うわけですよ、うんうん、だからその人事ってすごい大事だなって思ってですね、うん、本当にこれからですね変わってきますし、現に今ね町自体が全体がっていうところまではまだかもしれないけども、事業者さんがどんどん変わっていく、うん、いやまさに考え方とかね、うん、今までは例えば役所がね、こういうなんか
出してくれって言うから仕方ないから出してやるよみたいなですね、結構そういうところ多いんじゃないかなって思うんですけれども、うん、協力してやってもいいよみたいですね。そうじゃないよねって、その町のためにどういう役割を果たしてるんだっけ、これってその農家さんの収入になるだけじゃなく、まさに市役所のですね、あの税収増にもアップできるっていうですね、こんなすごいツールなわけですよね、うん、自分の売上だけを考えてるんじゃなくて地域のことも考えながらできる売上になるっていうことであるとか、うん、まさにですね、使い道をこういうふうに使っていきますよとかですね、そういう会話を繰り返していって、うん、やっぱ事業者さんたちが変わってきてるっていうのはありますね。そうですね、あの本当に、まあ、今だいぶ少なくなってきてますけど、ふるさと納税どうやってるのっていうと、財政担当の方が片手間でやってるとか、東京の企業に丸投げしてるとかっていうのが、まあ、未だに聞いたりもするので、本当にこう地元のパッションを持ってる人たちがやっていくっていうのが今日の自立した持続可能な地域の一個のポイントだと思ってて、それなんでかっていうと、多分ふるさとチョイスとかがもそうだし、がちゃんとその売れるパッションさえあれば一緒に売っていきましょうっていうのをやりますよっていう、仕組みを整えてるっていうのが一個あると思うんですね。でもう一個、僕地域がふるさと納税にすごい合ってるなと思ったのは、結構やっぱり書類ワークとか、事務的な作業が多いんですけれども、それって多分地域の人たちの方がこうコツコツ一生懸命頑張る人たちが多いので、うちなんかも本当年末年始はパートの方々が、地元の方々がわっと集まって一気にやってるんですね。そこはものすごくいいなっていうふうに思ったりもしましたね。でその上でちょっと聞きたいのが、須永さんが改めてになっちゃうんですけど、トラストバンクアカデミアを、まあ、作ろうと思った理由は分かりましたと、うん、けどすごいのが、やっぱ自分が学長をやって YouTube にも出て、そんな出るの多分好きじゃないと思う人だったんで、バレましたそうそうあれこんなキャラだったかなとかってちょっと思って、でも自分が出て、そうでもYouTube の中でファシリテーションをやってるわけですよ。そしてまたそれが結構うまいうまいうまい、ちゃんとその動画の枝広さんであったり、こうリアルにいる人だったり、ちゃんと回してこうみんなが喋りやすいようにやってるっていうのをやっていて、その例えばまあもうちょっと誰かやっといてっていうこともできるし、まあアカデミア誰か雇おうよっていうこともできるのに、まださらに自分をこう奮い立たせてやらせてる原動力みたいなものをちょっと改めて教えてほしいなと思って。僕もあんまり出るの嫌なので、こうなんであんな頑張れるんだろうって YouTube 見ながら思ってたやっぱりですね、いや、まあさっきのパッションにつながるんですけど、結局 こうしてやるぞっていうその気持ちとかですね、方向性みたいなものってやっぱりその一人の強い思いに誰もやっぱ勝てないですよね。なるほど、うん、いやもちろんね、他の人でもいいところはもちろんですね、おっしゃる通り任せた方がいいと思うんですけれども、やっぱりここだけは自分がやらないと、ともちろん自分よりもさらにね、思いを持ってたり、あることに対して思いを持ってる人ってもちろんいっぱいいるんですよ。ただこのアカデミアに関しては、もともと私がやりたいって思ってたっていうのもあるし、私も本当ね目立ちたくないんだけど、結局やっぱり私がやらないと、おそらくそのね来てくださる講師の方もそうだし、その例えば、コミュニティにね入ってる方たちもそうだし、おそらくちゃんと伝わらないだと、やってる意味がほとんどない。なるほど。って思ってますね。なるほどね。いや、今のもすごく重要なポイントで、多分この全国の自治体とかの人に聞きたいのが、何か物事が変化するときって、やっぱたった一人の熱狂から始まるんだと思うんですよ。だからうちの地域には人がいないとかじゃなくて、
じゃあ自分やれよっていう話だし、たった一人の熱狂から始まるから、しかも今インターネットもあるし、こうそれが渦になってみんな巻き込まれて動きやすいっていうのはすごくいいなと思います。まあ、だからこそね、このそうそうたるメンバーがこうトラストバンクアカデミアでやってて、それを YouTube で見れるっていうのもすごく面白いですよね。いや本当ですね。本当にそうそうたる方に出ていただいて、本当でもこれもまさにオンラインがね、これだけ当たり前になったからこそできるようにですねなってますよね。これってまさに本当に地域にとってもチャンスですよね。うんうん、今農水省もねバズマフとかって言ってこう面白おかしく、うん、農林水産業を知ってもらおうっていう動きとかもやっていますし、ぜひ皆さんトラストバンクアカデミア見てほしいなと思う。木下仁志君の回なんかは面白くてですね面白かったフェーズで木下君が僕結構ふるさとノイズ納税に関してもビシバシ批判的に言っちゃってるんですけどとかつって言ったら須永さんが知ってますって知ってますってあそうですかとか言って淡々とやった2人の空気感が面白かった、知ってますつってその上で聞きたいんですっていうのとかもすごく面白かったな、ね、そうですね。本当にふるさと納税ここダメじゃんっていうね筆頭みたいな人をですね第1回に呼んだので木下さん自身がびっくりしてましたけどね。そうですねなんで俺なの反対してるよ俺みたいな感じでしたけどね。でも両者、まあ、仲いいんですけど、枝広さんとかともやっぱ同じ考えで、やっぱり地元のもの地元でちゃんと落としていこうよっていうところで、外に出て行ったりとか、バケツの水が垂れ流しになってるのはダメだよねっていうところは、全く一緒ですよね。ですね。はい。まさに。今後、このトラストバンクアカデミアをこうどういうふうにしていこうっていうのを考えてるんですか？いや、まだ私も本当に手探り状態ではあるんですよね。うん、本当にこのふるさと納税をやっていたおかげで、まあ、いろんなことにこう気づいていて、ふるさと納税で本当にまさにパッションを持ってですねやってた方が3年経つと違う部署行っちゃうんですよ、うんうん、あそうだ、本当に悲しくて、本当にある、ね、職員さんなんか泣いて電話してきて、本当にありがとうございました楽しかったですみたいな感じでですね、なんか根性の別れみたいな感じで、いやいやいやなんかまた一緒にやりましょうよみたいなね。ただ私もなんかって言っても何かはよく分からなかったわけですよ。で、うん、確かにその人たちともっとこうつながっていたいなとかですね、まあ、実際違う部署に行っても、うん、違う部署から、ガバメントクラウドファンディングやりたいですとか言ってまたつながったりすることもあるんですが、それもやっぱりどうしてもふるさと納税だけの、つながりだったので、せっかくこんなにもやる気のある職員さんたち、この人たちをもっとつなげたいし、うん、ふるさと納税に関わらず、もっと他のことでもみんなが一斉にこうだよなってい う, こうベストプラクティスみたいなのをブワーってですね、ふるさと納税ぐらいですね横にブワーって展開することっておそらく違う分野でもできるんじゃないって思ったんです。それはまさにパッションのある人たちがどこにいるかをですねキャッチしてですね、じゃあ財政課にいるパッションあるあの人とあの人とあの人とあの人、その人をくっつけて、じゃあ財政課の中で今課題となっていることのソリューションを見つけて、まあ、それがトラストバンクなのか、他のベンチャー企業なのか、それはどっちでもよくてですね、それをポンって投げてあげたらうわっていくっていう、私確信があるんですよ。まさにね、デジタル庁とかできますけど、デジタルが一気に進むのってまさにパッションある人と、その仕組みですね、仕組み、まあ、ふるさと納税でいうとふるさとチョイスみたいなものですね。でそこにお金がついてきたらですね、絶対にこれってすごい勢いで波及するはずなんですよね。だからこの3つのうちの一番重要な人、ここのですね、こうパッションある人たちをつなげたい、これが まさに、ね、アカデミアのですね最も大事な部分と思ってますね。すごくいいなと思いました。で、パッションある人をつなげたいってちょっと言い方を変えると、多分知恵の集合値だと思うんですよ。みんなが持ってる、みんなが持ってる知恵を集めようとなんでどうしたのごめんね、うん、いやなんかほら私が言うとすごいね、うんうん、ディープな言葉しか出てこないから、いやいや分かりやすい言葉だと思う。
知恵の集合地を今作られようと思っていて、まさにアカデミアっていう大学の意味することだと思うんですよ。知の結集だと思うんですね。でもう一つそのアカデミアがいいなっていうポイントがあって、それは何かっていうと、パッションを持ってやってる行政マンって僕が知ってる限りでは孤独な人が多いです。そうなんですよね。そう、地方において何あいつみたいな、こう出る杭打たれるみたいな人が多くて、そこをこうセーフティーネットというか、安心安全な場というか、彼らが承認される場を作ってあげるということはアカデミアにとっても非常に意義があると思いますし、まあ、なんで大学から、まあ、海外でいうとグーグルとかから、スタンフォード大学とかから新しい技術や産業が生まれるかっていうと、まさにそこなんですよね。知を結集してるっていうことと、心理的安全性があるから、そこでもっと面白いことをやろうというふうに考えられる。そういう意味では今やられているこのアカデミアから新しいイノベーションっていうか、ふるさと納税の形っていうものが生まれるんじゃないかなっていうのは今話を聞いてて思いましたね。いや本当ね、そうしていきたいなと思ってますし、まあ、本当にその優秀な方たちがすごく多いのにですね、なんかそこがこう、その人がやらなくてもいいよねっていうような作業もすごく多くてですね、まあ、もちろんそういうのが得意な方たちがいて、そういう方たちもすごく大事な存在なんですけれども、やっぱりそういうどんどんね、自治体さんも職員さんが少なくなってきて、業務も簡単になってきていてですね、そういった人たちの時間を少しでも作り出すため の, デジタルの普及っていうのはすごく大事だと思っていますし、まあ、さらにその余白がですね、少しでもできたら、まあ、そこからですね、新しいイノベーションっていうのを本当に、うん、地域から、私はもう地域からしかイノベーションを受けないと思っていますので、うん、ぜひですね、皆さんと一緒にですね、イノベーションを起こしていきたいなと思ってますね。うん、そう、おっしゃる通りで、地域からこそ今イノベーションは起きやすいと思います。それはなぜかっていうと、農林水産業っていうものがやはり地域は東京よりも圧倒的に強いんですよね。だからそこをデジタルを活用して、成長させようっていうのは、まさにふるさと納税の仕組みの本質だと思うので、そこをもう一度こう自治体の方々が見つめ直すことができれば、ふるさと納税こうバージョン 2.0、 もう 2.0 超えちゃってるかもしれないけど、 4.0、 5.0 みたいな風にして成長していくと思うし、ふるさと納税自身も変わらなきゃいけないし、変わってきてますよね、仕組み自体がね。そうですね、うん、はい、まさに地方交付税ってね、16兆とかありますけれども、ふるさと納税ってそこから見たらですね、5000億の市場だから、そんなにね、そこから見ちゃうとすごく小さく見えるかもしれないんですけど、その5000億のうち半分はその自治体に、残るわけですよね、まあ、半分はその産業とかに行くわけですけれども、それであって2500億ですよね。でもその2500億を本当に本気のですね、うん、その情熱ある人たち、まさにですね、人たちに投資できれば、うんうん、本当に地域って変わっていくと思いますね。間違いないですね。で、今ちょっとその多分見てる方、ふるさと納税の今後みたいなのも知りたいと思うんですけど、まあ、ふるさと納税の今後っていうのは、何も知るかよって言ってやりながら考えるしかないんだっていうのが結論だと思うんですけど、まあ、須永さんが見ていく、例えば、企業版ふるさと納税なんかもものすごく、はい、注目されてるとも思いますし、そのあたり見ていてどうですか、今後こういうのが、どういうふうな流れになるだろうなっていう。まあ、本当にね、今後どうしていくかはあなた次第ですよってよく言うんですけど正しい本当に本当にですね、現場で頑張ってる人がどうしたいかっていうのが全てを決めると思うんですよね。だからその私がね、こうなっていくでしょうっていう、こういうね、お告げをねするわけでもないですし予言をするわけでもないくて、どうしていきたいんだっけと、ただ私はこうしていきたいっていう話をですね、今日お話ししてきたみたいなですね、方向性は示させていただいてるんですね。未来への投資として、自立し持続可能な循環するお金の仕組みの投資として使ってほしいっていうことは言っていますが、じゃあ、うん、
今後どうなるかっていうのは本当にその現場の人たちがどう動くか次第なんですよ、ね、なるほど、面白い、うんうんうん、結局あのふるさとチョイスがこうできたことによってあの法改正がねあってそこでまたバーンと伸びたわけですけど、やっぱりこう物事って何か急激なものがあると絶対に反動ってあるので、まあ、そこで反動が出てきたのがあの、まあ、さっき言ったみたいにですね、まあ、全国共通で使えるようなこうギフト券をわーって配ろうとかですね、そこのこう本質から離れたところにこう行ってしまったわけですよね。でもそれを選んだのもその現場にいる人たちだったはずなんですよ、うんうん、あもちろんねあの上司に言われてとかね、隣がやってるからうちもやれとかね、もちろんあのその人が全ての責任というわけではないけれども、うん、とはいえジャッジしてそれを判断したのはその人たちだった、つまり自治体職員さんだったはずなんですよね、自治体だった、うん、でその人たちの意思がそれをこう、うん、ジャッジして決めていったからふるさと納税はダメだとかね、うんうんうん、なんか過熱してるとかって言われたことってなんかあの一人一人がですねそのまさにね集合値ならるんですね、集合意識とか集合行動がそうさせたわけで、やっぱそれらをどう考えていくかっていうのってまさに一人一人の考え方次第、私の考えはさっき言った通りだけど皆さん次第ですっていうことをですねいつも言ってますね、うん、なるほど、僕それで言うと、2つ思う点があって、1つ目はその、まあ、一時そのギフト券とかを配ってこういろんな騒ぎになった自治体がいくつかありますけど、僕その自治体の方とも何人か担当の方ともお話しさせてもらったことがあって、まあもちろんその自治体全体の方針っていうのはあるんですけど、僕が話させていただいた方はあのとにかく地域での危機感をものすごく感じてらっしゃったんですね。うちの自治体は本当にこのまんまではなくなってしまうと、だからこそこのふるさと納税がラストチャンスで、いわゆるそのグレーゾーンと呼ばれたことを町全体でやっていく、それは誰批判を浴びるのはやっぱ彼らも分かってるわけですよね、うん、でちょっとグレーだよなっていうのも分かってるわけですよね、あれだけメディアで叩かれてるわけですから。けれども僕はその話を聞いた時に、あなるほどそういう視点もあるんだなっていうふうに思いましたね。ただ単純にお金を集めたいっていうよりも、実はそれは現場で本当に地域が危機で、あの福祉とか、社会保障みたいなのもっともっと投資が必要になるからやってるっていうのがあったっていうのは、一個の視点として結構重要なポイントだなというふうに思いましたね。実際に話しますのも多分ご存知だと思いますけど、話してなかったらそっちだけ見ちゃうとなんだあいつらみたいになっちゃうけど、いやそれはものすごい現場の危機感もあったんだよっていう、まあ、その両方の視点が大事だなと思ったのが一個で、でもう一個は、今多分言って大丈夫ですけど、僕らって今芋焼酎を作ろうというふうに思ってるんですね、うん、でそれは地元の特産品をもっと増やしていこうという動きが、まあ、さっき出てきた通山君うちのチームリーダーから、まあ、お話があってやろうっていうふうに思ってる。で、まあ、通山君とあの食事に行った時に、彼がこう自分は向こう30年この町で生き続けるっていう、まあ、働き続けるんだっていうことを言っていて、僕すごくそういう感銘を受けたんですよ、うん、でそうまさにパッションを持って自分たちが、それ言い換えるとこの町を持続可能にしていて、自分の居場所ももちろんあって、自分たちの産業を自分たちで育てるんだっていうような意気込みを僕は勝手に感じたんですね、うん、本人はちょっとそう思ってないかもしれないけど、なんかそういう人を育てるとか教え育むっていうのもこうふるさと納税の一個のポイントで、アカデミアっていうのはそういう意味でもものすごく意義があっていいなっていうふうに思いましたね。ありがとうございます、まあ、まさにその一つ目の視点ってまさにおっしゃる通りで、あの私も多分同じ話を、聞いてると思うんですけど、うん、同じ方からうん、そうですね、でどこの視点に立つかだと思っているんですよ。それを選択するのもその人だし、うん、その自治体、なわけですし、じゃあその自治体が目立つから、じゃあ他の自治体は目立たないからやっていいのかっていうあのそういう判断をするのもその人たちの自由だと私は思っていますし、ただふるさとチョイスはもっと大きな日本全体っていう視点で見たときに、それはやっちゃダメだというふうに判断したので、要は地域内の循環が必要であるのに地域外に出してしまうのはいけないと思ったので、ふるさとチョイスは全国共通のギフト券はやらないというふうにして、まあ、めちゃくちゃシェアを落としたんですけどね、その年。
それはもう分かった上でシェアは落としても構わないということで、やっぱりそのスタンスを伝えることとか、やっぱり会社として守ることっていうのが大事っていうことで、要は視点が違うだけだと思うんですよね、うん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 、なのでまさにあのいろんな視点やいろんな立場の意見をあの知るっていうのはすごく大事かなって思いますね、うん、なのでそこに流されないことなんですよね。あ、そうですね、うん、そこに流されないことがすごい大事。どこまでの覚悟を持ってそれやってるのっていうことですね。そうですよ。だからこれまでのふるさと納税っていわゆる哲学がなかったんですよね、うん、理念というか信条というか、とにかくこう伸びてるからどんどんやっちまえみたいな感じでなってたけども、うん、これからはやっぱり理念とか哲学っていう、なぜ我々はふるさと納税をするのかっていうのをなんか1700字自体皆さんに掲げてほしいですね。なぜ我々はこれをやるのかと。本当そうですね、まあ、まさにね、北海道上士幌町はね8000人くらいの町ですけれども、あの8年前から初めて会った時から町長はふるさと納税を人口増させるための、子育て世代の人たちが住みやすく人口増させるための、施策としてふるさと納税のをツールとして活用したいって言い切っていたんですよ。でその5年後にそれを達成したんですよね。北海道179ある市町村のうち人口増している自治体って本当に数自治体しかない、その自治体になったんですよね。でそれってやっぱりそのもちろんふるさと納税以外のこともやってますよ。その主軸があって、そのミッションがあった上でツールとしてふるさと納税をどう活用するかっていうことをやり続けたから、その結果が5年後に出ているわけですよね。やっぱりまさにそういった意味での、まあ、理念っていうのは、これふるさと納税に限らず、おそらく企業もそうだし、うん、まあ、これから今の時代って言われてますけど、先ほどのね、うん、方がね、無成就やろうとかっていう、そういう決意をすることっていう、その理念みたいなのはめちゃくちゃ大事だと思いますね。うんうんうん、なるほどね。じゃあちょっとね、もうあっという間に時間が過ぎてしまったので、うん、さっきあの黒縁メガネ、俺も黒縁だけど、高橋君よくに出てもらって、ちょっと会場っていうかコメントがいくつか質問が来てるらしいので、いくつか拾って須永さんにぶつけて、まずは高橋邦夫さんの熱い思いをお願いします。須永さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかなんだろうな、あんまりやっぱ須永さんが ここまでこういよいよ深くお話をしてくださる機会っていうのが僕は結構初めてだったりするので、なんかすごくこう印象に残るお話が多いなというふうに思いながら、話をお聞きしてました。今コメント欄に一つ新しく質問をいただいたので、これをまずはお伝えしたいと思うんですけど、さっき、話題になりましたね、トラストバンクアカデミアの件です。自治体の在籍者に限定しているんですかということ、もし仮にそうだとすればなぜですかと。民間とかまあ、すでに退職された方とか、まあ、フリーランスの方とかっていうのはこの対象には含まれますかという結構具体的な質問ですね。はい、もちろん含まれます。はい、含まれますので、皆さん全然Facebook 上でですね、やってますので、ぜひ、参加いただければと思います。どなたでも参加できます。まあ、ただし自治体の方はさらにその先にクローズドのコミュニティもあるので、そちらもぜひというお話ですので、はい、どなたでも可能です。ありがとうございます。じゃあ僕からももう一つ質問させてください。はい、印象的なワードがやっぱパッションだったんですよね。まあ、地域に、まあ、その人たちがいるというのは僕も信じてますし、これからも信じたいなと思っているところなんですけども、そのパッションの何だろう、まあ、つかみ方というか感じ方というか、その人のなり の, そのパッションの発揮の仕方みたいなものって結構それぞれあるかなというふうに思うんですよね。なんかそのあたりを、須永さんは、まあ、どういう、まあ、その承認の機会みたいな話がありましたけど、どういう機会があればそのパッションというのが発揮できるのか、発言されるのかみたいなところ、今それはどんなふうに須永さんが思ってらっしゃるのかをお聞きしてみたいな。そうですね、いやまさにね、小泉南さんがやっていることにおそらくつながっていると思うんですけど、そのやっぱりこう多様な、人とか考え方に触れる機会
ていうのがすごい大事だなって思ってるんですね。で特に地域ね、田舎に行けば行くほどその多様性っていう部分では今まではすごく薄かったと思うんですよ。東京とかね本当にいろんな人がいるしもちろん世界に出ればですね、まあ、もっとこう多様性を感じられるわけですけど、その中でやっぱり自分はこれだなっていう多分絶対みんなどっかにスイッチあってこの人はここみたいなね、この人はここみたいな、なんか多分スイッチがあるんですよね。でもともとスイッチ入ってる人も結構いるんだけど、本当はスイッチあるのに入れてないみたいな人もそれなりにいるなみたいなのがこうやってて感じることなんですよね。で それって結局多様性のに触れることとか、多様な知識をつけること、多様な人に出会うことによって、あ、自分はこういう人のことに響くなとか、自分はこういうことにすごいなんか興味あるんだなっていうことに気づけること、それがまさに自分のスイッチをこう押すことだと思っていて、でスイッチを押されるとパッションが確実に生まれるんですよね。やっぱ私結構なんかたまにスイッチャーとか言われるんですけど、なんか私と喋るとなんかスイッチ入る人がたまにいるんですよ。あの人のスイッチ押したでしょうとかって言われてですね。でも私はその1回しか会ってないのに、まあ、勝手にどんどんこうなんか成長していくんですよね。うん、やっぱこうそういう、こう多様性に触れることっていうのはすごい大事だし、まあ、まさに今スイッチをたまたま見つけられてパッションある方っていらっしゃると思うんですよ。やっぱその方たちを、この人スイッチ入りそうだなっていう人に合わせるっていうのが一番こう火なんでね。火をつけるんで、はい、まあ、放火魔みたいな感じですね。シュッてこう火をつけるとですね、本当にちょうど合う人だと勝手にうわーって燃えていくんですよね。合わないとね、ちょっとチチチってやけどしてもうそのまま忘れちゃったりするんですけど、うん、そのまま勝手に燃えていく人いてですね、うわーだいぶ大きくなったねみたいなですね、人っているんですよね。でもそれ見てるだけですごい私楽しくて、うん、やっぱりこうその多様性だと思いますね。なんか今のお話でいくと、そのまさに火をつけるっていう、放火魔っていう過激な言葉もありますが、そうなんか明るいポジティブな意味で放火魔っていうと、なんかすごく逆にそのエネルギーを感じるような言葉でもあるかなと思いますけど、なんかその火をつけるときって一番大事にしてることってどんなことですか？例えばその一方的にですよ、あの燃えろよみたいなふうになってしまうと、逆にそうですね、あまりそういう人いますよね。一人で燃えてんなみたいな人いますけど、あの、うん、私はですねすごく意識してるのは、あの例えばよくね、あの今はあんまりなくなっちゃったけど、講演会に呼ばれる時にですね、まあ、基本的に本当に情熱ある人からの声掛けがあれば基本無料で行きますって即答するんですけど、あの結局ですね、なんか市長に言われてなんかあの人を呼べばいいっぽいみたいな感じで明らかに来たなっていうのは確実にお断りさせていただくんですね。それはお金どうこうとかじゃなくてですね、それはもうお断りしますっていうんですね。なんでかっていうと、さっき言ったように本当にこう火をですねつけに行くわけですよ私は。なのに全くね、もう水かぶってきてる人たちばっかりいるとどんなに頑張っても火つかないんですよね。うん、で一回だけやっぱりそのなんか市長に言われて仕方なく行った回があったんですよ。すっごい昔ですけど、それ何百人って集めて、でその会場にですねみんながわーって集まってくるの、私上からこう台の上から見てたんですね、登壇場から。そしたらその人たちのもう歩き方とかもう目でわかるわけですよ。もうやっと業務終わって飲みに来てーのに、なんで市長に言われたからしょうがねえなーって言ってるんですよ、全身で。放送して大丈夫かこれ。大丈夫、もうね6年ぐらい前だから。それでやっぱり私やっぱ火つけらんないよってちょっとくじけそうになったんだけど、うん、でもね、あの私があのすごく大事にしているのは、そういうところにはまあ行かないっていう反省点なんだけど、結局そこでもやっぱり絶対に一人でいいから火つく人いないかなって思って、うんうんうん、もう本当に魂注入って感じですね。やっぱりそれをやると、やっぱりその100人ぐらいいた中からですね、まあ、結構お年も60歳ぐらいだと思いますけど、
あの自営業をやってるですね女性の方が名刺交換に来てくださって、あもうその方だけでした名刺交換、しに来たのは、みんなで飲み行くぞみたいな感じでしたけどでもやっぱその人がですねすごいもう本当に感銘を受けましたって言ってくれたんですよ。みんな寝てたのに、やっぱりそれですごい良かったなって、来て良かったなっていう、あの結論は来て良かったって思うんですね、うん、でもやっぱりその魂をやっぱそうね、まあ、こう入魂っていうんですかね、やっぱりそれを心がけること、それがさっきアカデミアで砂川さん YouTuber になってるっていうのもそれなんですけど、やっぱりそれが通じるので、いや通じる人って本当に数パーセントしかいないんですよ、うん、でもそれでいいって思ってやってます。そこがポイントだと私は思ってます、うん、ありがとうございます。いいですか、僕 まだ聞きたいこともあって、トラストワンクアカデミアがこの5月に立ち上がったと思うんですけど、うん、その先ってどんなことを今描いてらっしゃるんですか。ここからそのいろんな人材がですよ、その地域を舞台に、うん、あのまあ、活躍をしていくっていうことはもちろん見据えてらっしゃると思うんですけど、なんか具体的にその先に描いてらっしゃる未来像みたいなのって今砂川さんはどんな風に見えているのかっていうのはお聞きしてみたいですね、うん、そしてその中で砂川さんがどんな役割を果たしていこうとされるのか。そうですね、私はただ本当につなげる人とか、まあ、まさに火をつける人なのかなって、あの火つきたいと思ってる人だけでいいんですけどね、そういうあの役割でしかない、つなげる役割でしかないと私は思っています。ただあのそうですね、その先にはあのうん、やっぱりね、あんまりネガティブなこと言いたくないんですけど、本当にもうね時間がないんですよね、まあ、本当にこう今までって本当に豊かなあの時代だったんだなって、私なんかねコロナで改めてこう思ってですね、でこれからの時代ってこんな私平和で、うん、本当にねこう何もいろんな意味でこう苦労しない平和な時代に私は生まれてきたんだなって思って、すごい感謝今してるんですよ。じゃあ、うん、この生きてきた年月とですね、この先の年月を考えた時に明らかにそれは維持できないですよね、今のままだと。それが分かっているのに、なんていうのかな、大きな変化が起こらないもどかしさというか、っていうのをすごく感じてるんですね。で、まあ、いつか変化が起こらざるを得ない状況にまでなるのか、それとも先んじて変化を起こしておいて最悪の事態っていうのを避けるのか、本当にもう時間がないと思ってるんです。で、やっぱりそんな中で早く変化を起こさないといけないんですよね。これからの未来に向けた変化です、まあ、その一つが本当にね、まさに、デジタルとかテクノロジーだったりする、そのうちの一つでしかないですけどね、あのそれをどう活用するかっていうのはすごい肝だと思っていますと。やっぱりそれらをまさにね、先ほど斉藤さんが言っていただいたように、知恵の集合値を作ることによってですね、その解決を一気に前に進めなきゃいけない。やっぱその一気に前に進めるあのきっかけに、たまたまねアカデミアがあったね、懐かしいねぐらいにこう後で思ってもらえるようになればいいなと思ってますね、うんうん、面白い。なんかそのアカデミアの入学条件がパッションとかっていうのは面白いかもしれないですよね。面接します。そう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 。どうやって測られるのかってすごい気になります。それって確かにそれ難しいですよね、まあ、さっき言ったように本当に変なところでスイッチ入る人いたりするんで。確かに、そうそうそう、途中からなる人いるんですよ、本当に。それ見ててめちゃくちゃ一番楽しい、うん、うんですね。でも今本当ちょっとアイデアですけど、うん、アカデミアの中から、うん、例えば20人、まあ、20人、まあ、マックス20人ぐらいを本当選抜して、うんうん、ね、合宿やって、本当いい面白い。え？新富町で。新富町でやりましょうか。そうそう、でも 10月になんかでもちょっとなんか選抜してもいいかもしれないですね。来るかっつって。いいですか？選抜隊連れてっていいですか？ね、選抜隊連れてって密にならない程度でいいと思いますよ。ですか？プロトタイプで。じゃあなんかそうやって第1期卒業生、はい、第2期卒業生みたいなのが増えていって、
まあ、しっかりと自治体がそこにお金を出して研修費を出してやるっていう風になるといい持続可能モデルになると思うんですよね。でさっきちょっと話したみたいにやはりその自治体でパッション持ってる人って孤独な人も多いので、あのとはいえでも町長とか市長とかは目をかけてたりもしたりもするわけじゃないですか。でもだからこそより嫌われたりもするんだけど、だからそういうそこでなんか全国の自治体から研修費出してアカデミア入って卒業生がどんどん活躍していってるような、うーん、アカデミアはすごく面白いなって今話聞いてて思いましたね。うん、ぜひ本当はねリアルでそれやりたかったんですよ。まさにね15人とかね20人ぐらいでちょっと多すぎるとねまたあれなんで、まずは知ってる人とかあの、うん、まあ、私がこの人すごいなって思う人だけをこう集めてですね、うん、やりたいなと思ってたんで、まあ、そろそろ、ね、うん、やりますかね。いい 10月ちょっと集めていいですか、ちょっとだけ。そうですね、やりましょう、楽しみ、うん、やりましょう、やりましょう。でさっきの続きで言うと、その変化っていうところで言うと、変化をこう起こさなければいけないっておっしゃられましたけど、まさにその通りで、でも加えると世界全体で考えるともう変化ってものすごいスピードで今起きていて、はい、で新陳代謝ものすごい起きていて、もちろんコロナでもさらにもう一段階上の新陳代謝が起きていて、僕は変化を起きてる中で変化に対応できる自治体になっていかなきゃいけないと思うんですよね。確かにそこを動かないっていうか、変化を、まあ、もちろん変化を起こさない、おなじみなんだけど、変化に対応するという変化を起こさなきゃいけないと僕は思っていて、すでに変化って起きてるんですよね世の中に。だからこう1700の自治体が半分ぐらいになるみたいなデータも出ちゃったりもしていて、だからやっぱもうダーウィンの進化論にあるように生き残る自治体っていうのはやっぱり変化に対応できる自治体なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、それでいうとこれね聞いてる方々がの自治体がどれだけ変化に対応するようなスピード感で動けてるかっていうのは一個大事なポイントの気がします。うん、そうですね、スピード感とやっぱ考え方ですね、まさにね、うん、やっぱこれがいいよねっていう、そのなんか、うん、ね、斉藤さんとかで話してるとなんか別にまあこれがいいに決まってるってことをこう前提にこう話してるからあんまりこう意識しないんだけど、結局ね時々こうそうでない人と話すとあそこから説明しなきゃダメかみたいなあのことが結構あるんだけど、やっぱりみんなでねこういう方向にしていこうよっていうですね、その方向性であったりとかこう柔軟な考え方であったりっていうのが、まあ、まさにさっきの多様性だったり多様性に触れる機会がすごく今ねこのオンラインでチャンスだと思うのでね、ぜひいろんな人が学んでいく、こう私も含めねこういろいろ学びたいなと思ってますね。どうやっていけばいいんでしょうね、その変わろうとしない人たちっていうか、うん、まあでもそっか、でもその点で言うとその変わろうとしてる人たちを全力で応援してロールモデルをたくさん作っていくっていうのが一個ポイントかもしれないですよね。だから私はもうその変わりたくない人たちを相手にしてると時間がなくなっちゃうし間に合わないと思ってるので、その変わろうとしてる人たちだけをちょっと外でですねピッてこうその外野でですねちょっとやりやすくしてあげてですね、外野で何かやりやすくしてあげて、なんか事例を作ってあげるというか、その人たちが生きやすいようにしてあげたり動きやすいようにしてあげることっていうのがすごい大事だなと思っていて、まあね、全体にちょっとだけこう深谷市の話しましたけど、まさに深谷ってそれを やらせていただいているんですよね。で民間側の方でいろんなことをですね、自治体が主体というよりも民間側で動くことによって、その頑張ってる職員さんをぐっとみんなでこうまあ、お互いにね、お互いに成長していってるっていうかですね、そうすると少しずつ、まあ、江戸広さんもね言ってましたけどね、ほとんどの人ってこうどっちでもいいというかですね、どっちでもいいんだったら変わらない方を選択する人たちなんですね。でもそういう人たちが少しずつじわじわ増えてきて、まさにキャズム 16% を超えてくると、それ以外の人たちって、あ
そうだね、やっぱりあいつが言ってることがいいよね、俺も前からそう思ってたみたいなね、になるんですよ、ほとんどの人たちはね。だから私はその 16% のその人たちを、まあ、まさにこうアカデミアで考え方をね、柔軟に、なんか頭をもみたいなと思っていて、で、本当にその中でさらに数パーセントしかいないんだけど、その本当にですね、まあ、私はあの愛を込めて変態職員って呼んでるんですけれども、はい、の職員さんにいろいろですね、こう民間も含めてね、なんかバックアップをですね、できる仕組みにしたいなと思ってます、ね、うん。そういう意味では今これまでね飛び出した黒瀬くんとか尾崎くんとかみたいなロールモデルが講師になって帰ってきてこういうふうにやっていこうよっていうようなこう卒業生が、まあいわば彼らって僕から言うと砂がチルドレンじゃないですか。で飛び出してガンガン動き回ったりとかしているので、うん、そういう人たちがまたこう教える側に立って、うん、でまた人が育ってきてまた教える側に立ってっていう風にこう広まっていくと結構面白いんじゃないかなというふうに思いましたね、聞いてて。いや本当ですね、本当にその2人もね、初めて会った時とか初めてプレゼンしてって言った時とか本当にですね、うん、なんかプレゼンとかしたことないしとか言ってですね本当そう言ってた感じなんですよ、本当に懐かしいですけど、今じゃねもう本当にね、なんかああいう人になりたいみたいな感じにね言われたりしていて、ね、本当人って本当5年でこんなに変わるんだなっていう、こんなに変化できるんだなってすごい感じるんですよね。もう一個良かったのがそのアカデミア的な要素の軸になるけれども、その尾崎くんとかと特に話してると彼の中に自分軸みたいなのがしっかりできてきたなっていうふうに思いますね、まあ、だからこそ飛び出したんだと思うけど、役場軸みたいなところから彼はこう自分の人生を主体的に生きるようになったなっていうふうに思っていて、それでいうと今話してるのはもう一個上位概念の話になるんだけど、自治体職員とか役場職員の人たちって僕はもっと報われていいと思っていて、すごく何かこう、住民の言うことを聞かなきゃいけないとか町民の言うことを聞かなきゃいけないみたいな感じにはなってるんだけど、うん、あれだけこう思いを持ってこう勤勉に、まあ、もちろん勤勉じゃない人もいるのは知ってるんだけど勤勉にこう地域のためにやってる自治体職員って非常にこう重要ですし、まあ、僕も雇用財団入っていろんな役場の方とお付き合いさせてもらうことになって、まあ、例えば台風の時とか災害の時なのかなんて彼らは本当に寝ずにとかこう宿直をしたりとかしてですね、ずっと地域の地域を守るこう、まあ、いわば最後の砦になる人たちにもなろうとしてるわけですよね。だから僕はそういう意味では自治体の職員っていうのがもっと主体的に生きれる、彼らが彼らの人生を自分の舵を取って生きれるようになるっていうのは、まあ、ふるさと納税のっていうものを入り口にしたこう上位概念になるけど重要なポイントだと思うし、そういう意味では尾崎君みたいな人たちはこう自分の舵を取って人生を生きてるなっていうふうに思いますね。本当そうですね。まあ、事業でも同じだと思っていて、もちろんねそのユーザーの声を聞く、お客さんの声を聞くってものすごい大事、もちろん大事なんだけど、本当にそれをそのまんまやるかどうかっていう、それはまさにねあなた次第ですっていう、さっき言ったのとまさに同じで、あなたはどうしたいのっていう、自分はどうしたいのっていう軸をきちんと持ってることによって、本当に受け入れるべき意見なのか、そうではない意見なのかっていうのをですね、持つ自分軸っていうのを、ね、多くの人が持つことによっていろいろチェンジしていくと思います、ね、うん、はい、いいですね。まあ、本当にあっという間に時間になってしまったのでまとめになるんですけど、須永さんが今回こうキーワードで言ったあなたはどうしたいのっていうところは、裏を返すとなぜそれをやるのっていうことだと思っていて、そのテッドという有名な動画でサイモン・シネックという人のなぜから始まるっていうような動画があるんですけど、彼はその何をやるかよりもなぜやるのかっていうことが非常に重要だっていう話をしていて、ふるさと納税ってまさに今その過渡期というか、もうすでにこうなぜのフェーズに入っていると思ってるんですね。だからこれまではとりあえず出しておいて
税収が増えてみたいな感じになったけど、これからっていうのはそれぞれの自治体がそれをなぜやるのかとか、まあ、改めてになりますけど、使い道をどうするのかっていう哲学をしっかり持つことが、自立した持続可能な地域づくりにつながるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、最後にじゃあ砂川さん、何か一言ありましたらお願いします。はい、そうですね、まあ、まさにふるさと納税もですね、実は本当は初めはなぜから始まっているんですよね。うん、そうですね、やっぱりそれをもう一度ですね、きちんとそう定義し直したいと思うし、まさに、民意の反映をですね、どう使うか、まあ、使うは品格って言いますけれども、その品格がですね、まさに自治体に試されているなっていうふうに思っています。はい、皆さんで一緒にですね、その変化を楽しみながらですね、はい、成功できればと思いますので、いいですね、はい、ありがとうございました。多分次回、本砂川さんの本が出る時があれば、タイトルは自治体の品格になるんじゃないかなっていうふうに思います。で聞いたことある、うん、はい、ということで一回これで Facebook ライブ集中了したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。このままで砂川さん大丈夫ですよ。